このプログラムはインドの大学などの3つの教育機関と名古屋大学が人材育成で連携を図ろうと企画。インドからは大学院生40人が、名古屋大学からは大学生と留学生ら26人が参加しています。参加者らは6人ほどのグループに分かれ、中区大須や名古屋駅など名古屋の街へ。インドの大学院生に印象を聞いてみると、 The place is very nice and clean and Japanese people are very kind。 学生らは車椅子の利用者や高齢者らに聞き取り調査をして、日本とインドの両方で活用できそうなバリアフリーのアイデアを探していました。車椅子とか、その目に障害がある方たちが使えるなんかソリューションは見つけられると思いますね。 We can find some solutions together which can help the people here also, and the same solution can be applied in our country also。 学生らはアイデアを集約し、今月21日に行われる報告会で発表します。